キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブレズ。パンキーさん、おはようございます。また寝坊だよ。起きろパンキー、おはよう。何よ、もう起きてたんじゃない。だって今日はサッカーの練習の日だもん。そうでしたもん。試合まであと3日しかございませんのよ。でもさ、4人組サッカーっていうルールだよ。あと1人足りませんですわ。練習しながら誰か探すとしようか。きっといいチームメイトに出会えるんだもん。よし、それじゃあみんなレッツゴのキュンさんですわ。キュンと一緒に遊びましょう。遊んでんじゃないよ、サッカーの練習だもん。キュンも練習する。キュンキュン、ちょうどよかったですわ。一人足りなかったですもの。野球じゃないっつーの。シュート。キュンキュン。バレーボールじゃないっつーの。ねえねえ、遊ぼ、もっともっと遊ぼうよ。キュンじゃダメだ。キュン、あのさ、うちら用事があるんで。バイバイ。また遊んでね、キュンキュン。それからお返しですわ。それ、よし、うまいぞ。から次パンキーよ、ちゃんと蹴ってよ。うん、今度はちゃんと蹴るもん。もうまたかよ。パンキー、何ですかそのへっぴり腰は。あんたピーチヨーグルト味のパンナ。先ほどから見ていましたが、なんてだらしのない動きなんでしょう。ああ、また始まったよ、パンナのうるさいお説教が。パンナは厳しいんだもん。いいえ、パンナさんはとても真面目なんです。聞いてるんですか、パンキーさん。はい。よろしいですか、蹴るときはしっかりと受けたボールの動きを確認して、フラミンゴのごとく華麗に足を上げて振り抜く。
ですかな、マイシ。おや、どうしたぞな、マイシ。崖から落ちちゃったんだよ。ああ。パキさんは大丈夫でしょうか。助けて、クマパ。ああ、最悪だ。これはキャンディーファクトリーへ連れて行かないといけないぞな、マイシ。え、キャンディーファクトリーへ？さあ、みんなも乗るぞな。見ているがよいぞな、マシ。ここでキャンディからズーブルズのみんなが生まれてくるぞな、マシ。この中にはズーブルズたちのフレーバーが入っているぞな。うまくいくといいんだが、パンキー、パンキーさん、パンキーさん、マシ。もう試合は終わっちゃったようですわね。間に合わなかったか。僕が怪我をしたのがいけないんだもん。そんなことないですよ。パンキーさんが悪いんじゃないですよ。そうだよ、サッカー
にやればいいんだからさ。そうですわ。パンキーさんがこうして元気でいてくださるだけで十分でございます。そうだよ、元気が一番。